ではこんにちは皆さん、今日もシンデレラプロジェクト、はい、いつもね、とりあえずもうお決まりで K ウィッチーズシンデレラプロジェクト、今日も始めていきます、はい、では自己紹介からいきます。はい、はい、ヘア担当の深崎ルミ子です。メイク担当の首藤あさみです。お洋服担当の三村はじめです。撮影担当の竹美希です。はい、はい、では本日も頑張っていきましょう。はい、はい、皆さん今日の2人目のモデルさんです。よろしくお願いします。お願いします。村松そのみさんです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、今日もどんな感じでいきますかね。どんな雰囲気が大人のかっこよさが出たらいいかなと思います。かっこよさ、かっこよさ、大人のかっこよさ、大人のかっこよさです。大人のかっこよさを、はい、雰囲気を作っていきたいと思います。はい、髪型はなんとお任せしていただけるという。お村松さんこちらに、はい、じゃあ今ちょっとフェイスブックの友達申請して、ということで着物もショートもすごい素敵じゃないですか、はいはい、なのでちょっとコンパクトにしていきたいと思います、はいはい、でちょっと思い切ってちょっと短くする、このぐらいまで短くしようかなって、うんうん、いいんじゃない。お着物着るときはその方がかっこいいかも、うん、ね、逆にね、ちょっとアンパイでもね、うん、でかっこいい女性ですね、うん、で少しちょっとこうフェイスラインは余韻、素敵な余韻をしながらしていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお楽しみに。はい、これ鎖骨見せた方が、綺麗にシルエット出てますよね。鎖骨出した方が、はい、今もうだいぶ、はい、開始いたしました。はい、はい、さあ次は、そう、ルミ子さんだからさ、24日の日はさ、ドレスっぽい服だけ持ってきとけばいいよね。あ、そうですよね。人がいたらということで、一応確かに少し全部ここまで、まあ、全部持ってくると思ってこれないから大変なことになっちゃう、うん、だからトランクに余裕で入るぐらいの感じにしてきます。はい、その方がいいでしょう。カジュアルなもの入れないからドレスっぽいものだけ持ってきてくれるってこと。はい、どうぞ。はい、今日もね、そのみさん素敵な、すごい今日素敵な女性になりましたから、うん、かっこいい大人の子、かっこいいですね。はい、はい、ということで感想をお願いします。自分の憧れのかっこいい女性になりたいなと思って、今日はルミ子さんと皆さんにお願いして本当に良かったです。もう本当新しいチャレンジです。これからそうですね、ちょっとメイクもちょっとしようかな、これから。うわー、やったね、すごくなんか二面性もすごくね、うん、色っぽさも出ましたし、出ました、かっこよさも出ましたし、素敵でした。ありがとうございました、はい、今日も